事件は俺たちのせいかもしれない。誰かいる。いるのがわかる。あの暗闇の奥に。もしもし、古谷です。あんたの書く記事は信用してるよ。ありがとうございます。昨日話したかったことって何だったんだ。なら、この電話をわざわざかけた理由もわかるな。大丈夫、気にしないで。警視庁捜査一課のデカは過去の冤罪事件を隠している。先ほどは簡単な自己紹介ですいません。この度はご一緒に捜査ができて。凶器は？傷口が刃物のようなもので深くえぐり取られていまして、ノコギリのようなものかと。ちょっと刑事、聞きたいことがありました。今回の事件、なんか随分と警察の捜査に数以上の力が入っている。それとも武藤刑事の個人的な理由でもあるんですか？記者には気をつけろ。今まで警察の不祥事をしつこく追ってきた男だ。何かを隠してる。尻尾つかまれたら二度と振り払えんぞ。伝えておかなきゃいけないことがあるの。武藤刑事に自ら幕を下ろしてもらうのも時間の問題だな。奴の本当の正体を知りたいか。彼はこの事件の全貌を理解していると思っているようだ。それは間違い。本当にあの事件の犯人は捕まった彼なんでしょうか。俺に言ってないから。この事件に決着をつけない限り、俺が本当に守ろうとしているものが全てなくなる気がするんだ。これ以上かかんな。